こんばんは、神田まです。さあ、 WBC も始まりまして、私の料理生活もなんと1週間が経ちました。まさかね、自分がね、こう毎日キッチンに立つとは思ってませんでした。彼氏のいない時期に。カメラの前の皆さんのおかげ、どうもありがとうございます。女子力が上がると信じて今日も作りました。本日のご飯はこちらです。ででん、変な顔の書いてあるオムライスとオニオングラタンスープを作ろうと思って途中で手抜きしたオニオンスープです。それではいただきます。オムライスはね、実は作り慣れてるんです。でも久々に作る味なんで、うまくいったかわかんない。しかもなんかここって書くの悩むじゃないですか。何書こうかなみたいな。ああ、思いつかなくて目と口書いたら宇宙人みたいな顔になったよね。いただきます。うんうん、美味しいんだけど、お米あんま食べたくないから、玉ねぎ大量に入れたら、なんか口の中めっちゃめちゃ、なんかなんて言うんだろう、口の中がなんかね、めっちゃ玉ねぎライス。でも食べれる、美味しいよ。うん、と玉ねぎライスと今日オニオンスープだから、マジ玉ねぎ祭り。血液サラサラになっちゃうよ。なっていっか。うん、こっちはね、完璧だわ。うん、あ、でも若干胡椒入れすぎたかも。まあ、いっか。男の人ってオムライス好きなの？なんか何食べたいって聞くと、オムライスみたいな、そんなオムライス好きみたいな感じだったんだよね。卵を包むのはめんどくさいじゃないですか。ご飯炒めて、ご飯移して、卵を炒めて、卵の上みたいな。だったらふわふわの卵を作って乗しちゃった方が早いですよね。これ私の愚痴なんですけど、朝の通勤時間が一番感じることだけど、電車降りる時に降りますって言わないで無理やり後ろからガツガツ出る人、あれ何なんだろう、もうと思うけど、朝だからピリピリしてんのかな。そんな強引に行くってすごい思っちゃって、降りますって一言言えばいいのに、言わずになんかもう突進していくみたいな。いや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 、行った方が道開けてくれるからと思って、すごいよね。ごちそうさまでした。はい、いただいた内容をもとにお話をしていきたいと思います。カバンの中身をちらっと拝見したいです。そこに女子力が隠れているかもしれません。教えてください。少々お待ちください。お待たせいたしました。普段必ず持ち歩いているものは、お財布と名刺、充電器、何でもポーチ、これの中にね、多分女子力詰まってるんですよ。あ、もう女子力ないかも。これシール剥がさずに使ってるハンドクリーム、ブレスケア、ヘアミスト、絆創膏と錠剤と、あとはもうリップ。気分によって口紅の色を変えてるので、一応こんだけの種類を持ち歩いてます。神田さんの思う女子力の高い女性ってどんな人ですか？私の中での女子力高い女性、すごい恥ずかしい話、母親ですね。もう50を過ぎてるのにお尻が垂れていないという。なぜかというと、ヒールばっか履いてるんですよ。てか私からするとね、大体の人が女子力高い。なんでかっていうと、 LINE スタンプだったり使う絵文字、顔文字がね、本当に少ないって言われる。要件だけどうみたいな。 LINE だけ見ると怒ってんのってしょっちゅう言われちゃうんですけど、あとあれ、すごい失礼な言い方だけど、化粧をした後のそのビフォーアフターがすごい変わる人って女子力高いと思う。すごい研究してんだなっていう、うん、聞き上手な人は女子力高いと思うし、ニコニコしてる子とか、やっぱ女は愛嬌、うん、愛嬌ある子は女子力高いでしょうね。飲み会とかでさ、フスってしてるよりかはニコ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 してる子の方が可愛いから。あ、な、でもあれだ、ピンクのアイテムを持ってる子は女子力高いって思う。部屋がピンクだったら女子力高いと思う。 iPhone の色をピンク。今日
今日のご飯の点数ね。オムライスが玉ねぎ多すぎ問題で、でも味は完璧だったから、85点。で、オニオンスープは、胡椒入れすぎ問題で、70点。まあでも料理は味付けってところで。だってオニオンスープなんて、コンソメと塩コショウで味決まるようなもんじゃんか。その塩コショウ間違えたらね、致命的ではマイナス25点だよ。WBC の期間中でもありますし、今日はこの辺で、そう、今日はテレビを見るのを我慢してます。というわけで、また明日も更新します。それではまた明日、バイバーイ。